和佐さんは、ある事項のは、差をもとにして、個々の事項の数量を求算する問題。小学校の算数における有名な問題の一つ。二元一次連立方程式にあたる。ある銭湯に2012人の入場者がいる。入場者のうち、女性は男子より146人多い。銭湯に入場している男性と女性の人数はいくらか、回答線分図よりである。 ここからという式が導かれる。ゆえに求める人数は、で導ける。答え、男子が933人、女子が1079人、大小二数の和と差が与えられたとき、小さい方はに、大きい方は二で求められる。次のような問題もこの問題の変種と見ることができる。三組の二数の和から、各々の,の,の数を求める問題。三元一次連立方程式にあたる。 例題算数アンペア、B、C がある。A と B の和は15、B と C の和は18、C と A の和は17であるとき、A を求めよ。解答二数のは、積から二数を求める問題。二次方程式である。例題二つの整数がある。和は17、積は70であるとき、その数を求めなさい。解答積が70になる整数の組を考えると、である。 この内輪が17になる組を探すと、7プラス10イコール17なので、答えは。二数の積、小から二数を求める問題。例題性である二つの整数があり、二数の積が24、大きい数を小さい数で割った時の章が6であった。二つの整数を求めなさい。回答小さい数を A、大きい数を 6A とした時、6A。 A イコール24となる。したがって、A A イコール24六イコール4となり、A イコール2の時この式が成り立つため、小さい数は2であるとわかる。よって、大きい数は6にイコール12である。ありがとうございます。